スペシャルワンマッチ、ライジンキックボクシングルール、3分3ラウンド。ファイト。右構えからの両者、ローキック、ミドルキックと、蹴り合って、前線しようとする追い沼を、奥脇がタイミングを合わせ右ミドルキックを当てる。奥脇は、カウンターで左フックを当て右ハイキックを放つ。これに追い沼は後ろ回しを、繰り出すがすかされる。ラウンド追い沼がローキックを数回当て奥脇の足にダメージを与えると奥脇は打ってこいと挑発をする。奥脇はミドルキックを放つ。追い沼はカーフキックを当てていく。奥脇は接近戦に持ち込むが追い沼も負けない。奥脇はスーパーマンパンチはブロックされてしまうが左ボディフックで追い沼にダメージを与えた。ラウンド3ファイト。このラウンドも追い沼は前線してローキックでダメージを与えていく。奥脇は追い沼の頭を引き下げ顔面に膝を当て左ボディ。追い沼は右カーフを続けて当てる。奥脇は接近戦狙いへ前線し肘を当てる。右ハイキック、肘と追い沼にブロックされた。奥脇だが右ストレートをヒットさせて、ラウンドの最後も追い沼のキックに奥脇がカウンターのストレートとフックを当ててゴングなり終了。判定は30対28、29対29、30対29の2対0で奥脇、初ライジンを白星で飾った。